40代後半の女性なんですが、これがですね、まあ、ちょっと夫婦関係の問題かと思うんですが、小学1、3年生の男の子がいますと、はい、で夫が気に食わないことがあったときは、子供の頭を平手で叩きますと、はいはいはい、まあ、それもそうですし、あとはそのおもちゃなど散らかっているものを、ね、あの片付けなかったらですね、何の、前触れもなく、断りもなく、すべて捨て去ると。で、へし折ってゴミ袋に入れて、まあ、その度にですね、子供たちに申し訳ない気持ちになると。しっかり子供たちを守らなければならないと思いますが、夫に対してどのような対応を取れば、家族が丸く収まるのか日々考えてますと、何か良い知恵があったら教えてくださいという、ね。はい。類似の質問があと2人ありましたね。うん、1人は、非常に長く書かれてた、夫と、自分の女の子供ね、さんとの問題。だからさらにはもう一人が何でしたかね、弟さんの問題ね。はい、そうです、ね。ほとんど同じです。男と女の女性の子供に対する愛情があるけど、お父さんには子供に対する愛情は基本的にはないんで、で、これはまあ僕なんかが、ほんまでっかなんかで、言いたいって随分言ったんですけど、やっぱりフジテレビの本間デカは本当に思い切って言わせてくれた番組なんですけど、それでもやっぱり、父親っていうのは子殺しをする。つまり子供に対して愛情を持ってないと。で、これは生物としてしょうがないんであって、人間を作り変えるしかしょうがないんですね。ですから、ここのところをやっぱり女の人が分かって結婚し、男の方も、それが分かってないといけないんですね。ところが今こういう問題が非常に深刻になってるのは、男も家庭にを見るとか、子供の、ひどいのは子供の保育を男にさせるとか、育児休暇出すとかいうことしてるので、父親が子供に対して愛情がないということを、いや、そう言うとまたね、私は子供が可愛いなっていう人がいっぱい出てくるから困るんですけど、これはそういう意味で言ってんじゃなくて、男性、という性の特徴でそうなってるんですね。これ別にそういう道徳とかそういう問題じゃないんですね。だからお腹減ってくると食べたくなるとか、それからちょっとおしっこが溜まっておしっこ行きたくなると同じような問題なんですよ。ですから男性にもともと育児とか家庭をに入れちゃいけないんです、もともとね。男性は外にいなきゃいけないです。それで、子供と母親で生活していかなきゃいけないのが本質なんですよ。もう大変に失礼な言い方で皆さんどう思われるかわかんないけども、人間というのはそうできてるんですね。それを無理やり男女同権とかいうのは生物、男女同権という概念が起きたから人間という生物が変わるってわけじゃないんですよね。で、これは男性側が知ってる必要があるんですよ。男性側が知ってる必要があって、俺が手を出すと、とか、俺がいいと思うことをやると、本当はいけないんだと思っとかなきゃいけないです。それも最近の研究で非常にはっきりしたのが、後天的発達障害ですよ。先天的発達障害は母乳をやらない子供ですね。これはなんか機会があった時に、しっかりお話しますけども、これはもう非常に学問的にはっきりしている。母乳と、牛のお乳と、牛のお乳でまともな子供が育つはずないんですけど、まあ、それで、後天的発達障害はほとんどお父さんに育てられた子供なんです。で、この前、後天的発達障害の専門家に聞いてみたら、母親が育てるときはほとんどならないって言うんですよ。ならないのは僕そう思いますよ。だって子供から見れば、父親は殺しにかかってきてるわけですよ。母親は愛情で来るわけですよ。子供の方はどういうふうに生育するかって言ったら、それお父さんに、保育されたら変なの決まってるじゃないですか。で、昔はそれを制度としてやってたわけですね。結婚したらお父さんは外で稼いでくる、お母さんは中で、それがいいって言ったんじゃないんですよ、僕。それがいいってすぐ誤解されるんですけども、それじゃあやっぱり母親も、いつもいつも、子供と一緒にやって社会性がないと、やっぱり人生つまんないですからね。しかし、だからといって、生物の根幹は変わらないんです。その悩みがこの3人ですね。だからこれはね、男性側は気がつかなきゃいけないことなんですよ。
はい。ですからね、男性側がなぜ、俺には子供に対する愛情がないから、自分が考えることは子供に対しては間違ってんだと思わなきゃいけないんです。妻が言うことが正しいんだと思わなきゃいけないんです。だって、自分はそういう精神でできてんですから。だからできないわけですよ、簡単に言えば。それは一番典型的なのは僕がよく言うように、妻の親子はなぜ母親と子熊で暮らしてるかっていうことなんですよ。父親は来たら子供を殺すから。もう父親も分かってるわけですよ、それは。だから父親は子供と一緒には住まないんです。子供もしかしたら熊の父親も熊の子供が可愛いかもしれないけど、と思ってるかもしれないけど。だけど一緒に住めないってことは知ってるわけです。やっぱり動物だから。だから母親と子熊が住んでて、父親が来たら必ず母親は、父親がいる間は子供を別のとこに移すわけですね。子供と父親が絶対に同居しないようにやってるわけですよ。うん、で、こういうのが典型的で、やっぱり僕らは人間ですから知恵がありますから、そのことをよく知って、かつ父親が家庭でやるべきことをやって、子供に対する愛情も、父親としての愛情を注ぐけども、母親が持ってる愛情、母親が子供にできることは父親にできないってことなんですよ。うん、それはよくわかってないけどね。それが分かってるのが立派な父親ですよ。なるほど。はい。ただ、このね、この相談が3つありましたけれども、3つともですね、この父親とか弟さんとか、そういう人たちが間違ってるとは言えないのが、今の社会の偉い人とか文化人とかそういうのが、その生物と勉強してないもんだから。うん、で、ヨーロッパから、日本はそうじゃなかったんですよ。日本はもう、第一にまず、この子供を叩くっていうかそうだけども、日本人では僕はいつも言ってるように、子供は神の子っつって、夫婦は自分たちよりか子供の方が偉いと思ってたわけですよ。どう見ても偉いんですよ、素直だしね。一生懸命やってる。だから、その日本の文化っていうのは、その日本は非常に自然に近い文化だから、子供は神の子であり、子供を教育するのは母親だと。いう、そういう、そのストラクチャーの中でやってたわけですね。だけど、父親は子供を可愛がって、すごく可愛がるけども、中には踏み込んでいかない。周りで、家を立派にしたり、食事のお金を持ってきたり、いざっていう時は自分で病院に運んでいったりってことはするよと。っていうようなのが、本当の父親としてのすべきことなんで、このね、三つはね、母親側に問題があるんじゃないんでね、これ難しいと思う。父親の方は悩んでないんですよ、もう。わかんないから。まあ、それが要は生物的に、まあ、男、女のその違いっていうような形になるかもしれないんですが、だからまあ、それをね、父親自身が、まあ、まず認識していたら一番ベストではあるわけですけど、まあ、それが。認識する社会体制を作んなきゃいけないですね。うん、だから僕なんか、この頃政治的にちょっと演説なんかしてるので、はい、その母親とはなんで母親なのかっていうと随分言ってるわけですね。そうですよね。これはね、やっぱりね、文化人とか社会を指導する人がよく言って、それでやっぱりなっていかなくて、この3人の方は非常に難しいですね。はい。まあ、生物学的なね、問題とその社会的なね、その認識が、まあ、広まればいいかなっていうところですかね。結婚されるときもそれを十分にね、はい、わかりましたか、子供が来たら、あなた手出しちゃダメですよって。こう言っとかなくて。それがね、その結婚するときに知ってれば一番良かったんですけどね。はい、わかりました。まあ、はい、ぜひ参考にしてください。はい、幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックしてぜひご登録ください。